この焦げ目すごく大事だからね、裏面を焼いて、うん、全体的にパリッとさせたらもう完成です、うん、いいね、美味しそう。ということでね、無事チャンネルを乗っ取ることに成功しました。ありがとうございます。これからよろしくお願いします。じゃあ今日作っていくのはですね、ちょっと待って俺のチャンネルもうちょっとだったのに。いやちょっとシラフだからこんなんやらせない。ちょっとどうも、料理のおじさんリュウジです。存在感が消え失せてますけども、今回はですね、1本目ということでどっちがゲストか分からなくなってますけども、小雪に来ていただきました。はい、はい、お願いします。お願いします。1本目ということで、思考シリーズ、はい、つまみ系です。あー最高、うん、今回はですね、思考のしじみ大好き、はい、ということで、頑張って作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。海鮮チヂミということで、シーフードを用意しました。これはイカの切ったやつと、まあ、皮付きのものです。あとは、殻付きのエビ両方で、80g ずつぐらい。エビはね、殻むいちゃうと容量が減っちゃうので、ちょっとね、90g ぐらいのも用意しました。具材になるんですけども、好みなんですけども、僕が一番美味しいと思うのがこのニラと玉ねぎ。ニラはね、ちょっとたっぷりめに、はい、50g 半束やります。玉ねぎが4分の1玉、今回は生地はしじみ粉とかじゃなくて片栗粉と薄力粉、コチュジャン、調味料なんでいつも出してないんですけども、うんうん、あんまり出ない調味料なんで、うちのチャンネルでコチュジャンはね、ぜひね、タレに使うとすごく美味しいんで、今回試行シリーズということでコチュジャンは、使わせてください。ハイボールのおなじみの炭酸です、ね、はい、はい、これがあるとしじみがね、すごくパリッとシュワッといくので、へー、はい、なので炭酸水用意しておいてください。特別な材料はこれぐらいですかね。あとは概要欄、はい、ありますのでチェックしてみてください。今回、至高のチヂミ、はい、チヂミというのはどこのお料理でしょうか。韓国ですね。韓国ですね、はい、はい、ということは、至高のチヂミを作るために、はい、とても必要なことは韓国の気持ちを理解する。でっか国理解しながらやった方がやっぱりここ心が躍るじゃないですか。それを一番こう感じられるのって、はい、やっぱり僕はこれだと思うんですよ。チャミスル、チャミスルです。はい、これを飲みながらあれば絶対に気分上がるじゃないですか。確かに、はい、これ飲んでいきます。ちょっと、はい、常温だってに置いといたから、はい、冷たくないから、うん、氷入れてロックで飲みます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、はい、はい、じゃあ乾杯。乾杯。はい、あ、美味しい美味しい、あ、うま、美味しい。やっていきたいと思います。至高シリーズなんですけど、切るのはちょっと小雪さんやっていただこうと思うんですけども、はい、ニラからにしましょうか。はい、2センチの幅で、そんなもんですね。ついにね、酒を飲みながらも料理をしてるから料理のお兄さんなのに、うん、料理もしなくなりました。ただの酔っ払いです。じゃ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 。はい。はい。オッケー。1ミリぐらい。そうそうそう。それぐらいで、こうやって切ることによって玉ねぎも食感が生まれますんで、なるほど、ちょっとこうシャキッというか、そういう食感になります。玉ねぎもちょっと ばらしておくと、うん、イカはね、ちょっとでかいからちょっと細かめにした方がいい、うん、なるほど、うん、こんな感じ、うん、そう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 、そんなんでお願い、うん、こんな感じで、まあ、今回ね、生のイカ使ってるんですけど、うん、解凍したシーフードミックスとかでもできます。なるほど、うん、ただね、やっぱりね、生のイカの方が美味しいから、うん、はい、今回イカ使ってるんだけど、まあ、別にアサリとエビとかでもいいし、なるほど、アサリとイカだけでもいいし、合わせて、150g から 160g ぐらいの海鮮を用意すれば大体うまくなる。なるほど、うん、エビを剥くコツは容赦しないこと。尻尾も取りますかね。尻尾も取ります。これこの前教わったの、うん、ちょダメだった。ここ引っ張る、うん、ここ引っ張るとぐぐぐっと引っ張るとできないんかい。はい、平行にね、引っ張ると、うん、中の肉がね、そのまま出るって、ほらね、これです。平行に引っ張ってください、皆さん。はい、ふいー、はい、あは、うん、後でなんか塩、揚げて塩振るとうまい。うわ、この動画初めての方もいらっしゃると思うんで、背わたの取り方やりますけども、はい、背わたは爪楊枝かなんか入れてこうやって引っ張ると、ほら、全部剥けますんで、はい、でその後にまあ細かくするから、これをちょっとこうチヂミ用にこうぶつ切りして、もうこれで OK なんで、僕が横で炒めてたエビ、おいしそう、はい、ちょっと多めの油で炒めたやつ、これに塩コショウまぶすと美味しいから、薄力粉 45g、 薄力粉 45g、 粉物はね、もうグラムに頼りましょう。片栗粉が 35g、
さっくりするんですか。そう、さっくりする、うんうん、基本的にそのチヂミで卵入れたりするんだけど、僕の場合は卵入れません。へー、はい、ブリットの粉でチヂミをやる感じ。そうするとね、軽いんですよ、食感が。へー、うん、あ、いい音、うん、酒の音がする。もう一番僕らが好きな音だね。そう、うん、この音が鳴ったら駆けつける。好きな音楽。そう、シュワシュワ音。この 90cc、はい、入れていきます。入れていきます。炭酸を入れると、うん、この泡が生地に膨らみを持たせてくれて、なるほど、非常にねふわっとサクッといきますので、ね、ざっくり混ぜてください。そうそうそう、この硬さなんですよ。そう、粉が入りすぎるとね、パンみたいになります。気をつけてくださいね、はい、気をつけてください皆さん、ね、はい、動画の最後まで見ると分かります、ね、はい、そう、この硬さはい、はい、この硬さだよ。そう、ね、この硬さです。皆さん分かりますか、ね、この硬さ、これ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 、はい、オッケーオッケー、はい、白だしを小さじ2、小さじ2、はい、でここで生地自体にも味をつけていく。小さじ1、はい、で今回海鮮に合うように同じ海鮮だしの白だしを入れます。お、素晴らしい。そう、塩は一つまみぐらい、一つまみパラッと、はい、これで生地にも味をつけていく。白だしが入るとね、海鮮の旨味がこの生地に溶け込みますので、はい、あと、玉ねぎもちょっとほぐしながら、はいはい、はい、バラバラにね、うん、バラバラにほぐしながらね、はい、小雪さんばっかにやらせると小雪のレベル4が見れないってみんなじゃあまあもうこれも入れちゃいましょうか。ほうほうほう、うん、あ、もう入れましょう、はい、全部入れます、はい、はい、全部入れます、はい、さっくり混ぜます、はい、うん、美味しそうだね。はい、こんな感じで、はい、まあ、これから焼いていくんですけども、その前にタレだけ作っときましょう。はい、タレは事前に作っときましょう。はい、醤油大さじ1半、1半、半分、はい、これです。はい、酢を大さじ半分、まあ、ちょーい、甘みか、おさじ1、お砂糖ね、お砂糖入るんだね。お砂糖入ります。ちょっとね、僕甘めのが好きなんで、はい、このコチュジャン、これが入るとね、甘みと旨味がかなり、俺みたいなことしないそんな言うて、それあ、いけるわこれいいね、小さじ1、これで混ぜましょうか。はい、混ぜていきます。本当にこれはもう、これも適量です。うん、お好みの、ね、お好みで、はい、すりつぶしながら、うん、そうするとね、あのタレにね、粘度がめっちゃいい匂いする。そうそう、これね、チヂミの最高のタレ、これだけでも僕らは飲めるね、うん、じゃあこれで完成。はい、完成。じゃあフライパンちょっと中火で温めます。はい、はい、ごま油ね、うん、でこれを大体大さじ1ぐらい、ちょっと、ね、うんうんうん、たっぷりめの、油で焼いた方がパリッといきます。なるほどね、はい、温まった状態でやりましょう。フライパンの上から熱気が、来るようになったらですね、うん、これを流します。はい、はい、おー、なるほどね、一気に入れちゃう、もう直で、うん、一気に入れちゃう。形は後で整えればいいんだね。そう、形はね、後で整えます、うん、で、こうやって広げていく。なるほど、うん、フライパンの大きさも結構重要なんですけども、うん、これはだいたい28センチぐらいのフライパンでやってます、うんうん、小さすぎると、うん、すっごい厚いチヂミになっちゃうから、なるほどね、ヘラでね、広げながら、あんまり分厚いと、もたっとした、あー、うん、だから一人暮らしとかでちっちゃいフライパンしかない方は、うん、半量ずつやって、半量ずつやって、あー、そう、それそれ訓練されたコメントが違うよ、酔っ払ってないだけよ。酔っ払ってない、まあ、僕も素人だったらそれぐらい言えるからね。飲んだ方がいいですね。レベル4にされそうなたっぷりのごま油で焼き上げるっていうのがポイントでございます、はい、これってひっくり返すの大変じゃないですか。大変だ、大変なんですよ、うん、で僕の場合はあの蓋でこれに滑り込ますかぶせんじゃん、うん、そしたらこう、すごい、鼻の穴膨らんでる見直した。で裏返したらごま油をまた裏面にも小さじ2杯ぐらい流し入れて、3箇所ぐらいから、あーすごい、あーいい音、音でのちょっと、ま、ない音急がないと、早くだ、この音楽が鳴り止む、間に合った、間に合った、あーうまい、うま、両面ね、パリッとね、焼きましょう、はい、はい、この焦げ目すごく大事だからね、ここひっくり返す、なるほどね、まあ少し、裏面を焼いて、うん、全体的にパリッとさせたらもう完成です、うん、お見事、はい、うんうん、関西のお好み焼き切りね、そうそうそう、いいね、美味しそう、あー、いいね、はい、仕上げごま、仕上げごま、いいね、これひねりながら、ね、ひねりながら、はい、おなじみ、おなじみの一
と唐辛子がね、いいね、こうもっとあるといいでしょ。うん、うん、綺麗な色合いです。至高のチヂミの完成です。できましたので、はい、はい、完成だ。ビールでしょ。ビールですね、これは。じゃあ乾杯。乾杯。はい、いただきましょう。いただきましょう。はい、僕はタレにつけて、ね、はい、いける感じね。いいですね。じゃあいただきます。はい、うまっ。いただきますね。うん、これはね、スラムダンクの見開きみたいになるね。相当だね。うん、うわ、美味しい。お塩もちょっと、うん、サクサクなのに、中もちっとしてる、うん、海鮮と野菜の食感が美味しい、ね、シャキッとしてるんだけど、うん、中がちょっとホクホクしてるの。ニラともまた違った食感になってて、すっごい美味しい。本当に美味しい。ビーラー、うん、生地の白だしもすごい効いてて。そうなんです、うん、これ白だしがめちゃめちゃポイントなの。まとまるね。海鮮だしには、うん、海鮮の味から出ただしの方が合うんすよ。これこのさっき揚げたエビが気になってるのよ。みんなが忘れてたエビがありますんで、ちょっと絶対美味しい。これなんでこんなうまいの。食べてごらん。多めの油で揚げるように炒めて、味塩コショウ、ただそんで。いただきます。天才。絶対捨てない方がいいよね。至高とはいえ、うん、そんなに調理時間もかかってないし、まあそこまでではない、うん、塩もいいけど、うん、やっぱね、タレだわ、うん、これ今回ね、至高の、チヂミ最高に美味しくできました。本当に美味しくできました。なので皆さん、ぜひこの至高の海鮮チヂミ作ってみてください。今、何杯だった？5、次。本当に、うん、俺4だったと思うよ。すごい料理研究家だね。すり切りがうまいね。なん全然 56g、 65だよ。 65g だね。なんかおかしいなこれ。ボールはもうあれしてるよね。ボールあるよね、空いてるよね。ちょっともう一回やっていい、はい、大さじ7です。片栗粉が大さじ4杯で、はい、炭水水、炭水です。ざっと混ぜます。はい、なんかすっごいさ、うん、パンみたい。これパンじゃん。パンだよね。どうしたこれ。発酵させなきゃ。これ NG 集だな。これ NG だ、ね、これ NG 集。こういうこともある。こういうこともある。料理研究家だからね、やっぱ。そうですね、この硬さなんですよ。そう、粉が入りすぎるとね、パンみたいになります。気をつけてくださいね。はい、気をつけてください皆さん、ね、はい、この間の春菊の動画で、うん、最後に、うん、あの俺がなんだなんだって言ってて、俺も分かんなかったのに、なんか、あ、そうやって言ってるみたいですっていうのが完全に包まってたから、ね、もっと言うとさ、あの動画リュウジレベル4、小雪レベル1って書いてあったんだけど、私あれ4だから記憶ないじゃん。記憶ないから。2人ともあれ記憶ない動画でしょ、うん、